阪急5200系電車は、阪急電鉄が1970年に導入した電車である。阪急発の新生冷房車であり、5000系をベースに製造された。1968年に、京王帝都電鉄の5000系で、冷房装置が搭載されたのを機に、通勤車の冷房化が各社で開始された。1969年12月に、 関西私鉄発の通勤冷房車として、京阪電気鉄道の2400系が登場。阪急においても冷房車導入の機運が高まった。1970年から1971年にかけて、新法専用車両として25両が製造された。当時は5000系の装備車である50146の編成として計画されたが、試作的要素が多いことから新形式の5200。 計とされた。5200系の成果をもとに5100系が量産され、在来車の冷房化改造も京都線特急車の2800系より順次着手された。車体は5000系を継承しているが、冷房装置の搭載のためや昆布が設計変更され、屋根高さが従来より70ミリメートル高くなった。屋根高さは、 レール面より 3680mm で、屋根型の R も 4600mm から 3600mm と小さくなり、屋根の尖ったスタイルとなった。冷房装置は 8000kcal、H のプー2202系冷房装置を、パンタグラフ設置車は4機、他は5機搭載した。分散式と集中式の利点を取り入れた方式で、集約分散式と名付けられ、 半球の冷房車の標準方式となった。第一編成での運用の結果、冷房装置の搭載機数は4機でも十分とされたことから、第二編成以後は全車4機搭載に統一された。第二編成以降のパンタグラフのない車両のクーラー規制は、一つがダミーとなっている。台車は5000系以降半球標準となった、住友金属工業製造の S 型民電。 式空気バネ台車である。冷房装置の搭載で重量が増加したことから、車輪の軸受計径を 110mm から 120mm に、太くし、空気バネ容量も増加させた改良型の FS-369A、FS-069A を履いたが、5208では、予備台車削減のために、全車 FS-369A を履いた。 モーターは、東芝製の SE542、制御機も、同じく東芝製の MM28C と、5000系と同様である。補助電源装置は、CLG-326M を5200、5740、5250の各形式に2両に1両の割合で搭載し、いずれの MG が故障した場合でも冷房以外の負荷に、対して自動的に切り替えて給電できる。 要、操縦電気切り替え装置が開発された。駆動装置は、WN 継手に代わり、タワミータ継手を使用した。連結機は常時編成の先頭に出る5200型と5250型は、通常の自動連結機を装備したが、増解決運用に従事する5240系の、うち5240から5243と、 5200系のうち5230から5233については、電気連結機付き密着連結機を装備した。連結部の形状は、円錐形であり、後年の6000系以降のものとは異なっていた。なお、5244については、当初より増解決運用に入らない予定で、自動連結機を装備した上で登場している。 編成は最大の固定ユニットが6両となり、5000系にはない M 車が登場した。当時計画されていた山陽電鉄直通列車の増解決運用に備え、増結車も含めて製造されている。以下の形式で構成される。 1970年6月に5200から5240プラス5230から5700から5740571057505250 57の8連1本が、春行。12月には5201から5241プラス5231から5701574157115251。57 の7連1本と5202から5242プラス523257025252の5連1本が、翌1971年5月には5203から5243、5233から5244の2連2本と、T 社の5751が竣行した。メーカーはいずれもアルナ後期である。 トップナンバー5200西宮北口駅1976年10月19日、神戸線特急5241ほか8両、その代駅1988年製造当初より、神戸線に配属されたが、第1編成は登場直後の1970年夏に、冷房車お披露目のため宝塚線での運用実績がある。連海運用を含めた山陽電鉄直通のスマウラ 公園駅行き特急運用は、当時の神戸専有等列車の花形運用であり、5200系は、朝夕ラッシュ時の連海運用から昼間時の6両編成での運用まで幅広く山陽直通の特急運用に重当された。1977年12月のダイヤ改正で、連海運用は6000系に置き換わった。八両編成は、神戸本線を中心に、六両編成は、 連海運用を伴わない、スマウラ公園乗り入れ運用に充当されたが、6000系の増加と本線での6両編成の運用の減少もあって、同じく6両編成を組む5000系や5100系と、ともに今津線に入線するようになった。1980年に7000系が登場すると、翌1981年より、四線転用がさらに進んだ。52018は、 1984年の六甲事故の際に付近を走行していたが、事故車の2000系運転士の列車防護により衝突を逃れた。5200系は試作冷房車で特殊性が強く、量数も25両と少数のため、種別、行き先表示幕の設置も見送られ、大きな改造もされないまま推移した。1990年の時点では2000系、2800、 形の付随者を編入の上で6両編成となり、今津線で運用されていた。あとに5201階は4両編成化の上で、伊丹線に転属した。1995年の阪神、淡路大震災においては5201階が、伊丹駅で被災したものの修復された。5201階は1996年の8月に、数日間のみ、未納線に転属し、 3100系のダイソーで運用された。1997年11月に行われた宝塚線のダイヤ改正に伴い5230回に対して西宮北口宝塚の簡易表示幕の設置が行われた。最後まで残ったのは今津北線用の5230回と伊丹線用の5201回であったが、 1998年の山陽電鉄への定期乗り入れ廃止に伴う編成替えで余剰となり運用を離脱した。さよなら運転などのイベントは実施されなかった。5251の前頭部5200系は早期の淘汰対象となり、1991年より廃車が開始された。 1991年12月18日付で5711.5741。1992年3月19日付で5200回が、1992年夏には8000系8020回の増備に伴い同年8月28日付で5202回が廃車となった。1997年春に8040系の 増備に伴い同年3月27日付で5203回が廃車となり、同時に京都線の2800系が全廃となった。1998年に運用を離脱した5230回と5201回は、神戸線所属のまま1年以上にわたり宝塚線の平井車庫に疎開留置されていたが、1999年12月から2000年1月にかけて、 小弱工場に改装2000年1月18日付で廃車となり5200系は全廃となった廃車となった車両の台車は8000系8300系の新造時に流用されたほか2008年には7000系7012階に換装された5251の前頭部カットボディは小弱工場内で保存されレールウェイフェスティバル時に公開されている 当初は8両編成で運行されることが多かったが、1970年12月から当初の目的通り、山陽電鉄のリーれ運用において、三宮で大阪側2両を分割併合して、朝夕ラッシュ時の阪急線内では8両編成、昼間時の阪急線内及び、三宮伊勢の神戸高速鉄道東西線、山陽電鉄本線内では6両編成となる。 運行を開始した。このため、5000系も含めた編成外が行われた。5201階の内中間 M、M ユニットの5741から5711を5000系の5006階に組み込んでいるのを、はじめ、5201階や5202階に5000系を組み込んでいるなど、冷房車と非冷房車を混結している編成が多く、見受けられる。 1971年5月に、造備車が竣工した際は、第一編成と同一蘇生の一編成に加えて、一度宝塚線に、転属していた50128を分割して5200系との混成編成を2編成蘇生し、冷房車の入る、編成の本数を確保した。1973年より5000系の、冷房改造が行われ、 冷房車と非冷房車の根結は解消した。5200回と5201回は、1973年から4年弱の長期間、下記のように編成が変更されていた。この期間5200回は、連回運用に入らず、5241.5230は、密着連結機のまま先頭に立っていた。連回運用の終了後、1979年6月には、 5000系との並結が解除された。5013回に組み込んでいた5563を5202、5に編入。残った5203にプラス5233、2には5233と5244の中間に宝塚線所属の5132、8を。 神戸線に転入させて6連化した際に年出した5671と5682を組み込み、8両編成2本と6両編成2本に再編成された。これより、先の1983年、52018で5201と5241の中間に5701から5741を組み込む編成替えを実施している。ただしこの両は、 終電装置などを除いて、電装解除されており、実質的には T シャツ替となっていた。1984年3月のダイヤ改正で、休日のスマウラ公園のリー入れが、特急から普通に変更となり、本線における6両編成の運用が減少したことと、同年5月に発生した六甲駅での衝突事故で、2000系2050回の8両編成が被災。 長期間運用離脱して、本線の8両編成が不足したことから、8月に5203、6の5203から5243の中間に京都線から転属した2800系の T 車のうち2881.2887の2両を組み込み、8両編成3本と6両編成1本に再編成された。 この際、当時の2両単位の給電方式から MG が不足したため、2887に新たに MG を搭載している。6M2T であった8両編成は、多形式の付随車を編入して 4M4T への蘇生変更が行われた。1989年までに2000系の単編成化で年出された2000.2071系の T 車、通車を組み込んだり、 5226に組み込まれていた5563と5018に組み込まれていた2886を交換するなど5000系に組み込まれていた2880型を組み込むことで8両編成2本と6両編成3本に再組成された。なおこの時5701から5741は再伝送されている。 この編成外で久々に先頭に立つことになった5230と5241は、連結機を自動連結機に換装している。6両編成になった2本は、もともと6両編成だった5202回とともに、今図線を中心に使用され、1987年12月のダイヤ改正以降は、平日ピルマのスマウラ公園域も普通運用となり、 5200系のスマウラ公園までの直通は、ほぼなくなった。1991年までに全編成が6両、編成化されて、今津線に集結した。5671と5682は、もともと組み込まれていた5132階に戻されている。ありがとうございます。